ぞ。316ヤードです。316ヤード。すぐ測れる。そう、一瞬でしたよね。一瞬。めっちゃすごい。CL2 というレーザーの距離計、綺麗に見える。手前と奥をこう見分けて、うん、距離を測定する飼育機能っていうのがついています。ついてるんですね。そう。しかも可愛い。可愛い。色が可愛いですね。色可愛いよね。90後半とか、はい、90後半じゃないでしょこれは。アベレージ80代でもあれそうな、感じじゃない。気を抜くと大叩きしますね。今みたいでねいや私の前の前ぐらいの感じで。そう、前の前だって何だったっけ。前の前はコーリン。あ、それ叩いてた。あれ結構叩きました。あ、そう、入れてなかったそれは。8番アイアンです。はい、いやー惜しい。めっちゃ惜しい。今入ったと思った。先です。はい、ナイスパーです。ありがとうございます。惜しい。4年ぶりですね。3年ぶりか4年ぶりぐらいだと思うんですけど、はい、まあ、お母様と一緒にラウンド出ていただいたんですけど、はい、あのその時はベストスコアが92、はい、そうですね。得意クラブが5番ウッドって言ってたんですけど、はい、今どうですか。今はベストが87なんですけど、うん、でもそれ出てから1回もそのスコア出てないです。あ、本当に。はい、で得意クラブは変わらずの5番ウッドで。あ、5番ウッドで、はい、やっぱ5番ウッドが得意。そうですね。でもなんか今日5番ウッドの出番なさそうだよね確かに最初使ったよ。はい、あ、最初に使ったか、うん、そう、最初に使って、あの木にちょっと当たっちゃったけど、でも出玉、ね、そう、出玉に恵まれた買っただけでいいショットだった。そうね、そうね、うん、5番ウッド得意なんだ。高いですね。なかなかいないですけどね、5番ウッド得意な人。あ、本当ですか多分、女の子だってウッド打てなくてどうしようみたいな。あ、なんか本当は3番ウッドを使いこなせるようになりたいんですけど、うんうん、全然難しくて。そうで、得意ですか。いや、私3番ウッドもう抜いてま、抜いてる。打ちたいんだけど、打ったらミスるから、うん、もう諦めて5番ウッドになる。あ、5番ウッドミスるから悩んでる、悩んでる。ミスらないですよね、あんまり。いや、ミスるんだってば、ほんとミスる。赤ティーだと、まあ、ミスがミスに見えないけど、うん、赤ティーでも結構ミスしてるなって感じです。全然距離があるからいいですね。そうですね、飛ぶから飛ぶからね、うん、でも有沙ちゃんも飛んでない？200ぐらい飛ぶでしょ。
ドライバーですか、うん、ドライバー全然飛ばないです。あ、本当に、はい、あ、そうなんだ、意外、飛んでそうに見えるのにね。いきますか。そうですね、はい、231、まあ、届かないと。あ、バンカー入っちゃうかも。抜いて、右向いてた。入ったよね。入る、入ったかな。飛びますね。右向いてましたね。音がいい。音いいっすね。音いいっすね。これがヘッドの飛びで飛んでるように見えるっていう。行ってみたら90とか80とか。いい。ナイスショー。綺麗です。よかった。ナイスショー。ありがとうございます。よいしょ。58で、多分ね、40ヤードぐらいだと思う。あー、止まれ。ちょっと大きかったな、私も。ちょっとね、大きいですね。もうちょっと手前に落としたいけど、やっぱどうしてもピンまで行っちゃうっていう難しさ。乗らなかったらやだしね。あの微妙な加減はもう気持ちなの？気持ち。振り幅とかそういうのじゃなくて。ああ、まあでもそうだ、この辺まで上げようかなとか一応決めてるけど、なんとなく雰囲気で打ってるんで、打つ瞬間に多分バンって力入っちゃったりするから、できれば、まあ、もうちょっと振り幅決めてやった方がいいかもしれない。今なら多分50ヤードぐらい飛んじゃうから、もうちょっとこの辺とか決めて多分やった方が。焼けてますよ。白くない？本当ですか？うん、でもジェンちゃんほどゴルフ行ってないです。そうだよね、はい、確かに結構行ってるよ。でも月に2回ぐらい？そうですね、月2回ぐらいです。2回ぐらいだとそんな焼けないか。日焼け止めをこまめに塗る感じなんですか？日焼け止め塗ったりとか、日焼け止めサプリとかがあるから、なんか一応飲んでる。効く効く。まあ飲まないよりはいいけど、まあ、日焼け止めも塗っても焼けちゃうから。焼けます、ね。こんだけ外いたら。でも飲むといいよね。多分頭皮とか全体効くってことか。あ、そうそう、全身効くから一応なんか体の中から。いいよね。バイザーの時でも一応飲んでればちょっと効いてるんだろうね。うん、ちょっと効いてるの、バイザーの。焼けますよね。塗れないもんね、クリームね、うん、頭をね。もう夏はさ、キャップにしないとさ、頭痛くなるよね。確かに暑くて。最近はずっとキャップ。ブレザーかぶれない。マスクも絶対つけてますか？マスクも絶対つけてて、ね。昔はもちろんつけてなかったんだけど、暑いから逆に暑くてつけてる。確かに涼しいですもんね、マスクすると。涼しい。このマスクここ開いてるから。普通のマスクよりは全然。
通気性がいい、うん、ですよ。ピッチングでちょっと弱いかな、ちょっと危ない。おお、打った、ナイスオン。もうちょっと右狙いたかったですけど、正面100ったら大きいですか、ね、いや、100で大丈夫。一番アイアンです。いい、いいですか、いけ、届く、ナイス、ナイスオン。ありがとうございます。すいません。優しい。でも、あいたちゃんの距離ぴったりじゃない？いや、結構伸ばしてます。そうそう、でもさ、横で、どっから打ったの？ここでしょ？はい。横じゃんね。確かに。めっちゃ切れた。結構登ってましたね。結構登ってましたね。ナイス。あっ。キャー。ゲイ。いいんですか？一応ちょっと打っと。打ちますね。先です。リアルです。勝負は後半だから、後半に向けて調整していきましょう。あ、私もやった。え、後半って何？ OK なしでやるの？後半は OK なしでやった方がいいじゃないですか、対決だから。そう、おお、ガチだね。ガチ。今これぐらいはまあ OK 出しますよ、そりゃ。あ、ちょっとじゃあ厳しめでってこと。そうそうそう、一応ね、一応、うんうん、一応ね。今みたいに私はこの距離をミスっちゃうから。